植物にも感情がある。どうも一星です。僕ちょっと趣味で釣りを始めます。小学生から中学高校くらいまでバス釣りをやってたんですよね。でももう高校卒業してからは一回も釣りに行ってなくて、もうだから何年くらい、20年かそこらくらいかな、はもう一切してないんですけど、ちょっと久しぶりにね、やってみたいなと思っていろいろと買いました。はい、まずねリールですね。スピニングリールです。これはダイワだったかな、あ、ダイワのレブロス2000っていうやつかな、多分そんな感じのリールです。でラインですね。ラインはジャストロンっていうやつの2号ですねを買いました。はい、でこれ針ですね。針って言わないのか、このマス針、これマス針なのかな、なんか針を買いました。でこれ後で開けますけど、これは竿ですね。これもねダイワのやつですね。なんか折りたためるやつ、なんかすごい小さくなるやつを買いました。はい、いろんなとこにね持っていきたいんでね、リュックに入れれるようにね、なんか小さくなるやつを買いました。ちょっとねなんかいろいろちょっと買ってるんですけど、これもちょっと今開けます、ね。一斉の動画。これはガンダマってやつですね。糸のとこにこうなんかギュッてやってこう止める重りですね。とこれは釣り糸をねこう糸をこうこれでパチって切るやつですね。昔はこんなんじゃなくてなんかハサミみたいなやつだったんですけど、今爪切りみたいになってるんですね。へえ。でこれは浮きですね。まあ浮きもちょっと買っとこうかなと。でこれはめちゃくちゃ僕調べたんですけど、このジャッカルっていうところのフリックシェイクなんですけど、これ色はねまあノーマルで一番無難だよっていうやつを買いましたね。ウォーターメロンペッパーっていう色ですね。まあどれか1個持つんだったらなんかこういう系の色がいいみたいな感じでね、なんか書いてあったんでそれにしてみました。結構小さめのミミズみたいなやつなんですけどね。でこっちもねめちゃくちゃ小さいね。これもねフリックシェイクなんですけど 2.81インチ小さいやつもちょっと買いました。ね、これはね色がキラーピンクってやつなんですけど、なんかこのなんかピンクはめっちゃ釣れるらしくて、これピンク色なんだよね多分。なんか白っぽく見えるけど買ってみました。これも僕なんか多分買ったんですけど、これをつけるやつかな。これでこうやってバスを狙う感じかな。でこっちの針でブルーギルとかめっちゃ釣りやすいじゃないですか。そのブルーギルとかはこれでなんか浮きとかつけて、本物のミミズとかもね釣り具屋さんとかに売ってるんで、そういうの買ってこのめっちゃ釣れるやり方っていうのをやってみたいんで買ったって感じですね。ガンダマとつけてね、こう一斉の動画。ちょっとね早速リールを出してみましょう。レブロス2000。じゃじゃじゃーん。はい、レブロス2000来ましたね。と説明書が入ってますね。取扱説明書が入ってて、でなんかこういう部品っぽいやつが入ってて、これはなんか入れ物ですね。ダイワのリール入れる入れ物が入ってました。でこれが本体ですね。ここのねここにもこうダイワのマークが入ってますね。こういう感じで巻くって感じですね。あ、いいね。なんかめっちゃ巻きやすいですね。今ってこんななんだね。もう安いリールでも全然十分なぐらいなんか巻き心地がいいですね、これは。へえ。デザインはこういう感じですね。もうめっちゃかっこいいですよ。全然十分かっこいいなっていう感じですね。はい、こういう感じです。次はね竿だね。竿はこっちで見せた方がいいですよね。リバティクラブルアーっていう竿なのかな。5105の TLFS って書いてますね。まあなんかこういうバス用だったんですよ。バスって書いてるね。こういうのちょっと買いました。開けてみましょうか。めっちゃ小さい。めっちゃ小さい。あ、これ嬉しいな。持ち運ぶの超余裕ですよ、これ。バスロットってもっと大きかったイメージがあるんで、中学の時やってた時。これは小さいな。へえ。で、ちょっとつけてみましょうか。こうかな。あ、ついたついた。あ、こうだよ、こう。これでこう釣り上げる感じ。あ、いいね。あ、いいよ、これ、すごい。ちょっとせっかくなんで、ラインをね、巻いてみましょうか。
なんかね、藻がね、すごいあるから根がかりとかしそうで怖いですよね。まあ、でもちょっとやってみようか。めっちゃ久しぶりだから、やべ、面白いな。なんか思い出せなくてうまく投げれないね。ピョンピョンピョンってやってもね、釣れそうなんだけど、池餌だったらもっと食いつきいいんだろうね。ちょっと場所変えてみようか。ブルギリですね。おとなしいな。こんな感じの子、小さい子供のブルギリですね。釣りました。さっきのちゃんと映ってるかな。小さいね、子供のブルギリを釣りました。もうちょっとだけね、続けてもう一匹釣れるかな。多分ね、生き餌だったらもっとたくさん釣れるんですよね。なんですけど、このワームっていう、まあ、ルアーですね、こういうのでやってるんで、まあこんなもんですよね。だけどちょっと久しぶりに中学生以来で釣りやって、一発目からこうやってね、ちょっと一匹でもブルギルですけどね、釣れたのはね、ちょっと嬉しいですよね。でもうちょっとだけね、続けてちょっと用事あるんで、引き上げようかなと思います。